ねえ、ベアトリス、どこか痛いの？辛そうだよ。ごめんなさい。そんなことはないんだけど、私、おかしな顔してたかしら。うん、泣きそうな顔だった。そうだね、戦乙女の名が泣きかねない。あなたたちは。君は綺麗だよ。ベアトリスは綺麗。ああ、昔から変わらないね。僕がこんなことを言うのは生意気かな。そうね、全く偉そうに。違う、違うの。私は道を照らせる閃光になりたくて。だけどねえ、教えてかい。こんな私の、こんな気持ち、あなたにとっては迷惑でしかなかったのかしら。それだけが気になって、気になって、教えてほしくてやりきれない。あなたは私に、どう思ってる？僕は、君を。お前は誰だ？私が犯した罪は、心からの信頼においてあなたの命に反したこと。私は愚かであなたのお役に立てなかった。だからあなたの炎で包んでほしい。ならば輝かしき我が、ならばいかなる花嫁にも劣らない最愛の炎のマジで。我が槍を恐れるならば、この炎を起こすこと許さん。ブリア、トール頂点タンス、マルキリア。だから今、私はこうしてここにいる。血で錆びついたあなたの剣に再び輝きを灯せるように。命令だ、キルヒアイゼン。貴様が抱いていた望みを言うわ。ことによれば叶えてやれるかもしれない。それとも罵声？やることもないのでブレンナーに協力してやろうとでも思っている？いいえ、私には私の望みがちゃんとありましたよ、少佐。言ったはずです、私には敬愛する人がいると。その人、頭はいいはずなんですけどね。なんていうか、バカですね。全てにおいて秀でている人ですが、どうやら致命的な欠点があったようです。恋は盲目、あなたは悲しくなるくらい殿方を見る目がありません。